SCP-1892。アイテム番号 SCP-1892。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1892 は現在、マサチューセッツ州のにある、病院に収容されています。警備員を装った3人のエージェントは一般人が立ち入らないように、1日2回所有地をパトロールすることになっています。病院の建物、SCP-1892 を収容している部屋への入り口だけでなく、への全ての入り口には、財団標準キーカード、ロックを取り付けます。実験は、D、クラス職員のみを使用して行われることになっています。定期的な実験を除いては、職員は常に SCP-1892 から最低5メートル以内の領域に留まっていなければいけません。説明 SCP-1892 は、病院の側面に位置する椅子です。2メートルより外の範囲では SCP-1892 は異常な性質を示しません。この範囲に入ると SCP-1892、位置に属する高齢男性の声を認識するようになり、その声は椅子に座るように促し、約束に遅れたことを咎めます。SCP-1892 に座ってしばらくすると、被験者は視覚的に SCP-1892、位置を知覚することができます。一貫して1940年代初期における医師のための適切な服装を身につけている高齢男性として SCP-1892、位置を知覚します。実験の結果、SCP-1892、位置は、1944年より後の薬学と医療技術の知識を有していない形跡があるのにもかかわらず、実態は知らないように振る舞います。かなりの医学知識を有していることが明らかになりました。SCP-1892、1の被験者に対しての行動は、主に被験者の精神医学的な病歴に依存します。実態は被験者が精神障害で本当に苦しむかどうか測定します。本当の精神障害を装う 96% の事例は実験を含み、SCP-1892、1による正しい診断がなされるという結果に終わりました。これは類似実験での財団の精神科医よりかなり高い確率です。精神医学的な病歴がない被験者は、退院する前に定期身体検査を受けるように告げられます。しかし被験者が精神医学的な病気の軽度から中度の症例で診断されるならば、SCP-1892、1は懸念を示します。そして連続した革新的な質問をして、数種類のオピオイド、1950年代より前で抗うつ薬として一般的に用いられるもの、のうち一つに対する処方箋を書きます。被験者が SCP-1892、1によって処置を施されて退院した後、被験者に異常はなく、処方箋が被験者の上に表示されます。そして深刻な精神障害、大うつ病、聴覚、視覚の幻覚など、だと診断されたことを告げます。その後、SCP-1892、1は文句を言いながらため息をついて、その状態の被験者を拘束しようとします。さらに代わりの治療法はないと述べます。拘束するために必要な装置が存在しないにもかかわらず、被験者は矛盾しない方法で直ちに頭と足首が固定されます。次に被験者は5から7分の間、最大の苦悩を声に出した後、SCP-1892、1によって退院させられます。暴露後、被験者は感情性、意欲、関心の著しい低下を示します。被験者は苦悩からの逃避欲求、または計画を立てる能力、がほとんど見られません。毎月の終了の後、被験者を分析したところ、軽眼可視機ロボトミーと同様の前頭葉の障害が見られました。